はいということでね、えー、今日昼のですね、えー、ライブ配信をご覧になっていただいた方も、えー、結構多かったんじゃないのかなと思うんですが、参政党のですね、えー、渋谷区の候補者の矢野啓太さんが代々木上原、代々木、あ、違う間違えた、代々木八幡か、代々木公園駅で演説をしているとこ、特に神谷宗平氏が来て、それに黒川さんが突撃するというね、 まあそれについてね僕参政党の現場をね見るの初めてだったんでちょっとね実際黒川さんがずっと叩いてるのは知ってたけどその現場を見て思ったこととか感じたこととかえまあそうですねまあいろいろと話していこうと思うわけでございますがねまあまず一つ最初にまずは思ったのはですねすごく雰囲気がですね あのー、コラボ、あのー、あれね、バスカフェのね、新宿と、そう、えー 金中中の若年女性支援団体の、ね、コラボねあの、コラボにすごく雰囲気が似てました。あっていう感じで、まあ、その、なんていうか、うん、あの、なんか、ぶち切れって目がパキパキになってる弁護士が一人いたのとかも、まあ、同じだったし、まあ、あと、普通に暴力振るってくるしね、そう、まあ、暴力振るってる、あのー、映像、僕のライブ配信の中にも収められてますけれども、普通に暴力、まあ、振るうんで、うんまあ、だから、黒川さんが、あれ、面白がって何も、あのー、やってないけど、まあ、あれも普通に、傷、まあ、害罪とかに、まあ、なる。 わけだしうーん、まあ、そういったところで普通に平気で、まあ、その言論に対してまあ暴力で持って封殺しようとするところがすごくコラボにそっくりだなっていうまあ感じがした雰囲気はすごくだからあの黒脇さんと一緒に、ね、コラボに、えー、突撃した時のあの感じとすごくまあ似てましたなのですごいだからうん、まあ、コラボに近しい感じの空気感の団体だなっていうまあ感じでしたね。 まあ、あとは、うんまあ、その結局だからその神谷しか来なかったんだよね。最後、代々木公園で。でその後になんか、その後から見たら、<coughs> まあ、1時間後ぐらいにその場所を移して初代でね、えーまあ、あの黒川さんがい,い,い,いなくなったのを見計らってやったみたいなんだけど、まあ、そのな,んかそのなんて言ったんだろうね。まあ、その矢野啓太さんの応援に来ってそこに、えー、行ってたわけであって告知とかもしてあって、 で、それでまあ、その、結局だから、その、黒川さんが来るから、まあ、逃げたんだよね。そう。っていう、なんかその、まあ、若手のね、新人が、まあ、その、まあ、立候補で、希望のね、あの、星なわけじゃん。まあ、そういう、だからその、まあ、自分の党の、まあ、その、新人のね、うん、まあ、党としては結構推してる候補なわけであって、まあ、そのね、あの、矢野啓太さんを置き去りにして、放置にして、で、自分だけ逃げるっていうのは、これはだから、その、上の人間として、いかがなものかっていう話をね、うん、まあ、だから、なんだろう、その、 まあそういう場合って僕はその組織の上の人間としてはその身を挺して その候補者さんを守らななきゃいいけと思うよねそれだからその候補者さんを一人置いて自分だけ逃げてねそれで黒川さんがいないところで逃げてすって現れてっていうすごい卑怯だなって思ったし黒川さんがランダムイランダムへってずっと言ってる意味が分かったっていうか逃げるっていうのは本当にだから政治家としてっていうか組織の上に立つ人間としてダメだよねって正直思ったから上に立つ人間としては神谷総平っていう人間はまあ 正直クズだなっって思ったね、うん、ああいう時はあのーまあまあ、黒川さんが来るんだったらさ自分がさ身を挺してさその矢野圭太さんをかばわなきゃいけないと僕は思うわけよ。それをだからなんかそのなんだろう。<laughs> まあ自分だけ逃げて、それで、あの、まあその、まだだって数ヶ月よ、数ヶ月よ、このなんか、インターネットの化け物たちの世界に来てさ、の、ちょっと前までなんか普通のストリートミュージシャンだったその矢野圭太さんをさ、その、まあ黒、黒川さんみたいな、その <laughs>、猛獣の前にさ、一人で置き去りにしてさ、いや何やってんだよって話、だから本当に矢野圭太さんは本当にかわいそうだなって思ったし、うん、まあ神谷宗平ってやっぱそういう人間だな,なんだなっていうのは分かった。 うん、まあ、あとは、その、矢野圭太さんについて、まあ、思ったのはね、うーんいや、本当にだから僕も、その、いろいろ調べたのよ。まあ、こうやって選挙で同じ選挙区に、えー、なるってことでね、うん、調べたんだけど、あの、何一つね、あのー、悪い情報出てこなかった。本当に調べたけど、あの、本当にだから、あのー、プロフィール通り、あのー、もともと、えー、ミュージシャンをやってて、それで、えー、 まあ、参政党の,その神谷の演説を聞いて、それでなんか、それに、まあ、まあ、洗脳されて、それで参政党というカルト宗教に入ってしまったみたいなね。まあ、典型的な、だから、その、まあ、カルト宗教に洗脳されちゃった人みたいなね。うん、まあ、だから、純朴な人なんだと思うんだよね。そう、純朴な人だと思うし、まあ、イケメンだし、見た目もかっこいいし、演説もね、まあ、その、まあ、ちょっと、あの、 <laughs> まあ何、まあ、て言うかま,まだちょっとなんかふわふわっとしたところはあるしちょ,ちょっとなんか若干陰謀論チェックっぽいこともあるんだけどもうんただなんかすごくなんだろうなあのーまあ、人材としてはもし参政党じゃなければね他の党例えば自民党とかの新人とかで出てきたら多分もう普通に多分受かる可能性めちゃめちゃ高いと思うしうーんまあなんか。 今後もなんか伸びていく人材というかそうもし他のの党ね別に自民党じゃなくてもいいさあの別にあの無所属でもいいんだよ無所属でもいいんだけどさそのやっぱ賛成党に入っちゃってるって,っていうどっ ところだけが、その彼の矢野啓太さんのネックになっちゃってるというか、うん、むしろなんで賛成党にいんのっていうのは正直、うん、他のどこでもいいさ、あの、賛成党以外の、まあ、ちょっと公明党もやめとこう、賛成党と公明党あの以外の党から出てたとしたら、多分まあ今回のその、まあ、渋谷区議会選挙、多分普通に多分ほぼ100%通ると僕は思ったね。あの、なんかその、なんて言うやっぱ、ビジュアルの良さと、あとはなんかその、フレッシュな感じっていうか、うん、で、やっぱその、ね、 なんか、老害まあ、老害議員たちをね、なんかその、まあち、ちょっと、ちょっとだから引退してもらうじゃないけど、ああいう人が分かんない、もう自民党だとか、その、まあ、維新の会とかね、うん、なんかそういうところから出てたら多分、普通に絶対受かると思うし、いや、よりによってなんで賛成党なんだよっていう話、まあ多分、まあ、洗脳されちゃったんだろうね、その神谷に洗脳されちゃったんだと思うんだけどさ、もう典型的な、しかも、あのー、まあ、これ、黒川さんが言ってたね、すごく象徴的な言葉だったんだけど、賛成党のその信者の人たちに、なんで賛成党に入ったんですかって聞くと、 その理由をね。みんな答えないんだって。そう。あのー、まあ、なんとなくそのね。ヤンケイトさんみたいな感じで。そのまああのー。 説法が、説法じゃないかあの演説、演説で感動してとかそのいやあの、話すとね、これ1年ぐらいかかるんですよみたいな、それ、航空の科学の信者もすごくね、全く同じこと言うんですよ、大川隆法先生の本が素晴らしくてと、大川隆法先生の説法が素晴らしくてみたいな、そうなんかあの頭に、あと頭がパーンじゃないけど、なんかその頭に光が降りてくる感じがあのするんです、いかずに打たれたようになって、みたいな。 そうバイブレーションがとか、具体的なね、その理由がないんですよね。そこの三政党っていう団体に所属してるのに、航空の各党同じなんだけどさ。うん、らしいんだよね。だから、それが洗脳なんだよね。え、なんとなくちょっと聞こえのいいことを言うじゃない。聞こえのいいことを言って、それでなんかその、まあだから、鴨頭良人に近いんだよね。すごくビジネスモデルとしては鴨頭良人に近くて、で、確かその、投票を4000円取ってんだよね。4000円投票取って、それで、まあ、徐々ビジネスをやってるわけよね。で、あとはあれでしょなんかその、政治家になるた,なるための、えー、まあ、あの、スクールだっけなんか、あの、 えっと、講座みたいな。政治家になるための講座みたいなので、それもなんか友情でやってるらしいんだよね。ああ、それも結構確かね、あの、ごめんなさいあの。パッと値段出てこないんだけど、結構高かった気がするんだよ。でもさ、ぶっちゃけその政治家になるためのさ、その、あの、講座みたいな。で、そんなのさ、まあ、いらないよ。正直いらんのよ、そんなの。あの、そうじゃなくて自分が立候補すればいいんだから、自分,自分が立候補して、いや公職選挙法とかってさ、ぶっちゃけもうわかんないよ。難しいよ、めちゃくちゃ。 めっちゃ難しいし、実際運用して自分でやってみないと、あ、これがここでこういう時にアウトになるのかとか、あ、これはこういう時に使うやつなんだみたいなとか、実際自分でやんないと、正直その、まあ、あのー、なんていうか、その、まあ、取扱説明書みたいなので、その、例えば、まあ、料理だったらケバブの作り方みたいな、ケバブ,ケバブの作り方をなんかその、まあ、料理本を見てね、それでマニュアルを見て、その、なんか、はい、火をつけます、火を150度に保ちます、そして、えー、その、ケバブ用の切る包丁を3回、えー、右に3回、左に3回研ぎますとか、 で、あの肉がある程度これぐらいの色に焼けついてきたら、それで、えー、上から沿っていきますとか、えー、全部言葉で全部説明してね、勉強したらそれ別にケバブ作るようにならないじゃん。実際まず作ってみるのが一番早いの。そう、なんでもそうだけど。だからまずその政治のこと勉強したかったら、そんな講座とかにね、えー、金払うんじゃなくて、自分がリコースはいいのよ。どこ,どこの選挙区でもいいからさ。そう、っていうね。 そういうのが上弱ビジネスって言うわけよ。だからその賛成党っていうのね、まあ、僕もだからその、今日だから色々、あの、会った人とかに聞いた話でね、今話をしてるから、まあ正確なことは多分黒川さんの動画とかを見てもらった方がいいと思うんだけどさ、上弱から金を絞り取ってんでもね、そう。だからあのー、あとは霊感商法みたいなのもやってんでしょなんかよくわかんないけど、なんとかの水晶みたいなので結構高い値段で、そう、あのー、まあ、これもね、ちょっとすいません。 あの黒川さんの昔の動画で確か言ってた気がするんだけどさそうで普通にだからあの統一教会のあの壺みたいな感じの霊感商法もやってるし。 そう。まあそういったね。だからもう実態としては政治団体を、えー、名乗ってるカルト宗教みたいなね。そう。まあ NHK 党もまた別のカルトなんだけど、参政党もまた別のルカルトだよねっていう話で。うん。まあ信者ビジネス。だから鴨頭義人に一番近いかな、多分。ビジネスモデルとしては。そう。っていうのが政治団体になって、それで前回のね。えー、まあ今だから国政,国政政党になってるわけだから。うん。っていうね。 まあ、異常事態、異常事態ってわけですね。それに黒川さんがいち早く気づいて、ええー、こうやって叩いて叩いて,叩いてメ、メロンパン、メロンパンとか、まあ、言ってるけどね。 っていうう感じなんでそうだから矢野啓太さんはどうして賛成党に入ってしまったんだろうっていう賛成党以外だったらさもう正直どこでもさ多分もう当選できると思うし、うん、あと今後も多分どん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 出世すると思うんだよねあのまあ彼ぐらいの人材だったら多分あの他の政党どこでも多分欲しいと思うよああいう人材そうあ,あんな感じでまあイケメンでなんかその演説してる姿とかもねなんか様になってるし もともとミュージシャンだったから多分そ,のそういったステージとかに立つのが多分得意なんだと思うけどさ、うん、だから僕もだからすごくねうーん、まあ、街中ですれ違う時とかもすごく礼,礼儀正しいし一回場所かぶった時とかもねその丁寧にそのあの挨拶してくださって、ね、場所も譲ってくださったからすごく本当にいい人なんだと思うんだだからそのなんで沢生党なんだろうっていうかその矢野啓太さんにとってのマイナスがあまりに大きすぎるから 正直、賛成党じゃなきゃなっていう感じを、賛成党じゃなかったら僕だって多分、なんかその、いろいろね、なんか一緒に演じちゃいませんかとかいうお誘いとかもできると思うし、ただやっぱりその賛成党がそういうカルトだってことをやっぱ僕知っちゃってるからさ、声をかけられないんだよね、逆に。そう だからこの前のね、あの国民民主党のあの桑鶴由紀子さんとかだったら、まあそういうね、なんか一緒にやりませんかみたいなお声がけができたりとかするしさ、うーん、なんで賛成党なのっていう、そう、だから本当に矢野啓太さんは、もう今回はもうしょうがないと思う、今回の選挙はしょうがないと思うから、今回終わったらね、本当にあの真面目なうちちょっと賛成党を離党するのをね、本当に真剣に進めたい。そう まあその、まあ、結果はね、あのーまあ、当選落選まだ分かんないけどさ、うん、でもこの選挙が終わったらちょっと一回なんだろう、うん、別の可能性というか。 でのっていうのもね、その模索してもいいんじゃないかと、正直僕は参政党にいるべき人材じゃないと正直思う,思うよ、あの、矢野啓太さん、本当に。うん、絶対他の党に行った方が自分にとってプラスになるし、っていうかマイナスがでかすぎるんだよね、参政党にいる。そうだから絶対どっかに蔵替えするか、く、ま、ら、あ、替えはしないにしても無所属にした方がいいと思う。その方がいろんな人と組めるからさ、僕も多分、参政党抜けたら多分、ね、あのー、いろいろお話とかできるようになると思うから、うん、ちょっと考えてほしいなって思った。うん、まあそうだね。 あとは、まあ、黒川さんのやってるあれがさ、その、 まあなんだろう、まあ、嫌がらせをやってるようにしか見えないかもしれないけど、あれは歴史きとした落成運動ってさ、それで、あれが実際効果出てんのよで。あの去年の12月のその西東京市議会議員選挙ね、永井秀和さんの時にその五十嵐正夫っていうね、賛成党の候補が出たんだけど、黒川さんがガンガン落成運動をやったのね。そしたら結構僅差で負けたのよ、この五十嵐正夫って人が。そう、だからね、実際あれ効果あんだよね。だからその賛成党、なんとなく知ってるみたいな。で、なんかその活発に活動してるみたいな。で、まあ、知り合いとかから声かけられたら、なんか、あのー、 賛成党お願いしますって言われたらなんとなくまあ試合のためだか頼みだから入れちゃおうかなみたいなその不動票っていうかあの誰に入れるか特定の人を決めてないあの層の人がですねあの賛成党に入れる可能性があるわけであってそれをだからその黒川さんがあえてわーわーって騒ぐことでそのあなんかちょっと揉、まあ、めてるみたいだしやめとこうかとかなんかその、まあ、黒川さんがいろいろ言ってる話とかを聞いて、うん、なんかあそういう怪しい団体だったんだったらちょっと別の人にしようかなみたいなあのことを思ってあの入れない人とかっても出てくるそれが西東京市議会 あの選挙の、えー、五十嵐正男候補の時それがまさにそれが,あの落,選が落選運動が成功したのよねそうだからあれって結構効果あるんだよそう、うん、っていう話だから黒川さんが多分今回今日ねあの僕の,あの,その選挙区である渋谷区の矢野啓太さんのとこに来たっていうのは、まあ、多分その、まあ、僕の、えー、当選にあの少しでも貢献あのしてくださいあれたいという心づあの。 まあ、心遣いというか、っていうことだったので、本当にね、もうありがとうございますという感じなんでございますが、そう、結構ね、あれ効果あるんだよ、そう。あの、ただ、悪さだけしてるように見えてね、そう、あれ、やられてる側とかって、だってすごく、あの、<laughs> なんていうか、うーん、やっぱり、これ微妙な、だからその、 なんか代表、大本営発表しかさあの、聞けないわけよ、ああいう場合だとね、ああいうその、まあだからそのい、いい情報しか発信しないっていうか、その実態、じゃあ、霊感商法みたいなことやってんのかとか、あとは、その、まあ、今、裁判で被告になってるとかね、うんまあ、そういうこととかが、その、まあ、一応、第三者は測量じゃないけど、他の人の目線から、その、実際はこういうことあるよみたいな、聞こえのいい、その、霊言と一緒でさ、もう霊言は本物ですって、幸福の学が、大本営を発表してるけど、でも、その、裏側を見てきた人間からしたら、いや、別にあれ、インチキータココントだよとか、 まずこういうことが言えるわけじゃないですかっていうだからその第三者視点が入ることによってその,、えー、あの有権者の人が正しい判断をできるようになるっていう意味ではあの落選黒川さんのやってる落選運動っていうのは僕はねあの意,味は意味のあることかなっていうまあ本人もた楽しんでねなんかもう <laughs>。 なんかもうちょっとした休日の趣味みたいな感じでやってるけどあれ、ね、歴史と歴史とした政治運動であの意義のあることだと僕は思うんであ,のあれ見てなんかそのす,すごい嫌だとかなんか怖いとか、あのー、なんか関、あのー、かかかかかわりたくないみたいな人とかもいると思うけど僕はあれはね結構黒川さんふざけてるけど結構あの意味のあることだというふうにね今日現場を見て思いましたということで参、えー、政党の現場を初めて、えー、見た。 感想といいう話でございましてちょっとねあのケーターさんがどうなるか分からないこれで当選するのか落選するのか、まあ、分かんないけど僕はもう絶対参政党とはね、ま、マジで縁を切った方がいいと思う、まあ、仮にもしだからね今回お互い当選したとしたらやっぱ参政党から離れてくれたら僕はね多分まあいろいろお声掛けもできるしいろんな話もできるしうん、なんかお仕事とかも一緒にできるのかなって思ったからちょっとなんか考え直してほしいなっていうかマイナスが本当にあの矢野さんにとって大きすぎるから うんちょっとまあ選挙終わったら一回考え直してほしいかなって思った別にもう,う他のとこまあ正直あの公明党以外だったらどこでも,、まあ、もう自民党とかからも多分声かかると思うからね正直うんっていうくら替えを僕は進めたいかなって思いましたということではい以上今日の賛成党、えー、の見学の感想でしたはいまあまた。 ですね選挙終わった後にいろんな結果出ると思うんで再び参政、うん、党との、まあ、今後の絡みみたいなのをね、うん、まあちょっと僕も何か出てきたらちょっと、うん、また現場に行ってみようかなと思いました。はい以上です